はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、えー、何をやっていこうかというと、スターステイジの切り抜きチャンネルを作ってくれるクリエイター様大募集ということでですね、えー、新たにですね、切り抜きチャンネルをね、えー、ちょっとどんどんと、えー、作ってもらえるようなね、人いないかなという、えー、募集をね、していこうというわけでございます。えー、まあ、ね、 あのうちのチャンネルをね、知っていただいている方だったらね、えー、大盛になることでしょう。お前は何を言ってるんだと。ね、メインチャンネルですらね、今400人、まあ、やっとこそ400人いきました。まあ、ありがたいことでございます。ただね、メインチャンネルもね、収益化できてないチャンネルのね、えー、切り抜き作ってどないすんねんと、えー、大盛にね、なる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、まあ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 、ちょっとね、あの、ちょっとでもね、切り抜きチャンネルとかね、ちょっと作ってみてえなーとかってね、思ったことがね、ある方だったらね、ちょっと とね、いろいろとね、条件をね、えー、聞いてもらったらね、まあまあまあ、うちもね、えー、悪くない、えー、条件にはなってますしね、いろんなね、チャンスありますからというのをね、ちょっとね、案内していこうかなと、えー、思っておりますよ、ということでございますね。ということでね、早速ね、えー、資料を作ってきたんでね、その資料を見てもらいましょう。まあ、ざっくりとした話は、昨日、えー、昨日かな上がってる、中大発表という動画が、ね、あるんで、そっちの方でね、出てると思いますけど。 どんと。はい。スターステイル、り抜きチャンネル募集ということでですね、早速ね、こっちの方見ていきましょう。ちなみに、この募集するプログラムのことをですね、スターステル、スターステルパートナーシッププログラムと名付けております。将来的にはね、海外向けにもいろいろやっていきたいと思いますけど、とりあえず日本語向けのコンテンツでね、広めてもらう、国内のね、プログラムでね、やっていこうということなんですけど、 えー、一応こういう STPP とね、えー、いうことで、このね、プログラム、えー、今後読んでいこうと思います。以下ね、えー、この後出てくる資料には、えーの、STPP という名前で出てきますんでね、えー、そちらの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、早速この STPP ね、どんな内,内容なのかね、ちょっと概要欄の方見ていきましょうか。よいしょっと、ということで、STPP の概要です。えー、スターールチャンネルの、えー、認知機会、えー、顧客 獲得を目的に、えー、各種切り抜き動画を作成いただける、えー、クリエイターチャンネルを募集する包括企画となっております。えー、とどういったジャンルのものに特化するとかそういうのは一切ありません。うちのチャンネルにある 動画を使って、えー、まあ、切り抜きでもいいですし、まとめサイト的なものでもまあ、さっき、あの、うちのところでね、総集編みたいな感じでドカーンとね、まとめたデータのやつをね、出したりとかしてることもありますけど、まあ、そういった総集編みたいなやつでも大丈夫ですし、えー、あとは、えっと、チャンネルなんですね、隠、え、し、ー、切り抜き動画ということで、えー は何か、えー、とまあ一応うちのところあのマット系とかもねまあこんなとちょっと詳しく説明しますけどまあそういったような感じをねいわゆるあの言語を、ね、ガーッと、えー、切り取ってえー いろいろとなんか違う意味みたいな感じにね、えー、魔改造するようなやつとか、えーまあ、魔改造系ねとか、そんなもも全然、えー、と大丈夫ですけど、魔付けに関してはちょっと後から説明がありますけど、ちょっと、えー、留意点だけありますけど、えー、基本的には何やっても大丈夫ですし、どのプラットフォームでも大丈夫ですよというのが、えー、今回特徴になっております。えー、明日に書いてあるね、えーと、プラットフォームやコンテンツの書き手なく、えー、あまりなく手法で気抜き動画を作成して、公開していただく方を募集しますよということでございます。 プラットフォームっていうのは要は YouTube 今ね、えー、見ていただいている方 YouTube とニコニコ動画がほとんどかなと思うんですけど、えー、とそれ以外のコンテンツね例えば TikTok とかうちのところちょっと今そこまで生活あまり伸ばせきれてないので、えー、TikTok とかでも、えー、他にもいろんなねコンテンツいっぱい出てるじゃないですかあのー えっと、Facebook なんかでも今、一応収益化のやつができるらしいんですけど、ちょっとね、あれね、ややこしかったね。ちょっとうちのところが手がつけれてないんですけど、えー、とかね、いろいろとあります。えー、どこで投稿しても大丈夫ですよっていうのが一つ特徴になっております。で、えー、一番大きな特徴はここかな。えー、収益を100%切り抜きクリエイターさへ還元します。えー、ですから、うちのチャンネルよりも先にあの収益化できたら、あの、全然収益化、 してもらって大丈夫。まあ、これを、まあね、収益化できたら収益化してもいいよっていうのは大体どこも一緒なんですけど、基本的には、切り抜きチャンネルっていうのは、公認切り抜きチャンネルとかね、いうような形で。 えっと、ま、収益化はダメですよっていうふうにするか、収益化 NG という形にするか、ホォロなんかでやってる人はそういう方が多いのかな。え、未収益化で、その代わりいろんなところのやつをやるみたいな感じでやるか、自由度の高い感じでいくか、もしくは、公認という形でね、取って、そこの枠内でやりますよっていうことで、その時に、その公認を取るときに、収益をね、ま、半々だったりね、折半にするのか、そのあたりとかね、 7, 3になるのかとかとその辺りとかは結構クリエイター様によって違うみたいなんですけど何かしらそのクレーター様に,のに一部利益を、えー、還元しますよという形で。えー え、ね、チャンネルさんに、えー、還元しますよっていう形で、まあ、下請けみたいな形でね、えー、やるわけです。まあ、今回もまあ一応下請けといえば下請けなんですけど、金銭的には、えー、もしかしたらうちよりも稼げる、えー、なんなら100%、えー、ですから、取り分はもう100-0なので、うちとしてはその,あの収益を取りませんよとい、えー、ったことで、特、え、徴、ー、にしようかなということでございますね。まあ、これは多分ね、かなり他のチャンネルではできないことだと思います。えー、これね、なんで100%にするのか、まあちょっとまたあとね、 ちょっと事情とかも説明しますけどまあもちろん一番はええ切り抜きねうじみたいなところで。 これ、がうちがね、東海オエアさんみたいな、これ、えっ、ー、とね、えー、あそこ、ここが今、680万人、もうすぐ700万人とかでしょでしょで、他のところとかでも、ね、えっ、ー、と、まあ、うちが、もしね、これ400がね、四百万人のチャンネルだったらですよ。いや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 、やりたいっていうところもね、低くて余ったでしょうからね。おまあ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 。じゃあ、これぐらいの取り分でね、えー、やってもらいましょうかね。ほほほほほ,ほぐらいのことがね、えー、言えるわけですけど、まあ、そもそも400人のチャンネルの切り抜きを作ろうなんていうのは、ね ね、えー、普通に考えたら、えー、いろんしかい物って言ったら良くないですけど。 ね普通はこんなチャンネルのやつやろうなんて思わないわけでございます。じゃあ何かって言ったらメリットをね出さないといけない、えー。そのメリット、今後またちょっといろんなメリットを作ってたんで、えー、そこのところはちょっと説明しますけど、かなり、えー、他のところではないメリットっていうのをいろいろと出しておりますので、えー、そこのところをね、えー、ちょっと見てね、えー、いろいろとやってみたいなっていうので、ちょっとね、今ざ、ざまあ、それでちょっとつまずいてる方とか、そもそもどうやったらいいんだろうっていうのがわからない方とかね、ちょっとね、こっちの方ね、ちょっと 今のね、気になる方は見ていただきたいと思いますというかもう次のページなんですけど、ねえー、特徴ということでございますね。 ということでうちのね、この STPP、どういう特徴があるのかというと、まあ先ほどもからも話しております。収益分配率が100%ですということです。気抜き動画で取得した収益金、すべて作成者様のものになります。これはね、まあもちろんメリット、お客様にメリットを与えたいっていうのが一番。せっかくね、うちのこの400人のチャンネルのやつでね、作ってやるぜって言ってね。 やってくれる方が、えー、100ですからねそれはもちろん、えー、もうなるべく還元してあげたいなというところでまあ うちではね、できないことでもね、えー、もしかしたら気抜きチャンネルだったらうまいことを編集してね、えー、やってくるかもしれません、えー。それでね、そっちの方が伸びるんだったら全然それでいいんで、うちとしてはそれでいいんで、えー、受け渡しはもう100%受け渡しをします。まあそこからね、まあでもね、あのー、またあれですよ、あの、いやいやいや、ぜひ還元したいんでって言って、あのー、なんかしたいですよっていうのでね、あのー、 何かしら、その、まあ、うちお布施とか、まあ、いろいろ、あと、ニコロドのギフトとかもの機能もあるんでね、それとか,とかで,であの、全然お渡ししますよっていうのは、全然それはもちろんやぶさかではないんですけど、うちも稼ぎたいんでね、えー、やぶさかではないんですけど、えー、それはもちろん任意にします。だから別に、あの、一戦もね、えー、こいつにはくれてやらねえと、俺のトイプですねで、全然 OK です、えー。それでいいです、えー。それがいいよっていうのが大前提っていうのは、他のところと大きく違うところですね。まあ、これはもう,うち,かあのちっちゃいっていうのもあるんですけど、これもう一つで言う Dick. Hey. 収益を折半しますってなった場合には、えー、収支報告とかを出してもらったりとかね、切り抜きチャンネルさんで収支報告を出してもらって、まあ、もしくはその、えー、とアナリティクスとかのデータを見れるようにしておいて、そこからデータを引き抜いて、そこから算出して、さらに分配金を折半して、領収書を作成してとかね、えー、振込先の指定をしてとかね、えー、そういうようなこととかをしないといけないわけです。えー、と他のところだとあれかな、ウームとかだと確か、ウームさんにまず入って、ウームさんが計算して、はい、や、これ、 が取り分ですよって言って渡れるとかだったかな他のところのはどうなんだろう一、まあ、回手元にそっちの,フレー、えー、とその切り抜きチャンネルの方に一旦入ってその切り抜きチャンネルの口座がどっちの管理官によって変わってくるとかあったりするわけですけどねうん。 まあっていうような感じなんだけど、まあそこら辺とかね、別に管理する必要ないんですよ。100ゼロでどうぞ全部受け取ってくださいって知してるんで、別にこっちが収益を管理する必要ないんですよね。だから別にプラットフォームどこでもいいんですよ。別にプラットフォームがね、別のところでね、そこのプラットフォームの見方をね、どうのこうのてるっていう必要が全くないんで、そのプラットフォーム、詳しい人がそのプラットフォームで、TikTok だね、TikTok で詳しい人がやってもらって、えー、それでなんかちょっと広告収益とか入,入るのかな、今は、えー。っていうような感じでね、えー、やってもらって、それで稼げますよっていうんだったら、まあ全 いいんですよそこに関しては、こっちが、あのー、コストかけんで済む。ですから、いろんな人がわーっと来てもね、別に勝手にやっとってもらったらいいんで、あの報告だけ受けといたら、うちもチェックしますんで、どんな上あげてるかなってね、チェックは、ね、しに行きますんで、えー、そっちの方とかっていう感じだけですね、えー。ですのでね、そこでこうも、こっていうの管理面をね、えー、やっぱもう言うて民一つでやってるんで、別にそんな経理担当とかがわーわーちゃわちゃわちゃ,わちゃって、ね、いるでかい会社でもないのでね、えー、ですから、 実はこっちにもメリットがあるんで、そこはね、気にせずもう100ゼロで受け取っていただいてオッケーですよ、ということでございます。むしろこのコンテンツでね、えー、1000人こうやって収益上げれるようなね、あれだったらね、すごいじゃないですか。もう、う、うれすごいじゃないですか。本人がやって400人。 ぐ程度のね集ままりでございしも,もちろん400人集まってもらってるのはめちゃくちゃありがたいです。正直、もう20人とかね、10人とかでずっと長いことやってましたから、うん。ニコ道に至っちゃ2009年から始めて、いまだフォロワー数11人ですからね、えー、とかっていう感じですからね、うん、全然ね、えー、伸びてないわけですから、うん。 ですからね、それはね、全然いいんです。えー、ということなんで、まあ、100%お受け取りできますよというのが、えー、一つメリットになります。で、もう一つは、えー、うちのところですね、コンテンツ総数が1800本以上あります、えー。この後ちょっとまた説明をしますけど、 え、非公開限定公開動画、とか、え、え、まあ一部ちょっと、えっと、これはダメですよっていう動画があるんですけど、え、それ以外のね、え、ところは、え、基本的にうちのチャンネルおよびあの、4つ別、え、もう今ね、更新してないんですけど、あの、紫色のチャンネルでやってたやつだとか、え、あとは、えっと、YouTube YouTube。まあ、あれはもう、元ともとまとめのね、2分でやるやつしか上げてないんで、そんなにですけど。あと、まあ、一応、ショーツもね、えー、ちょっと対象になりますか。個人で。えー、この後ね、6月以降はちょっと個人チャンネルの方に移しますけど、あの、ショーツの方も一応対象です。まあ、ショーツはね、えー、今更維持用がないし、まあ、ショーツの場合は切り抜きカット、えー、可能とかっていう風にしてる、あ、他の動画もね、実はカット可能にしてあるんで、あのスマホ1本であの、その切り抜きボタンでピッと押して、えー、切り抜き作れんことはないので、 全然それはもちろん OK にしてあるんで、の YouTube の方はね、えー、全然それでやってもらっても全然それはもうあの勝手にやってくださいよっていう機能なんです、それは全然勝手にやってもらっても大丈夫なんですけど、そうじゃなくて、ね、ちょっといろんな動画のね、あの、をリミックスした、ね、編集したいよとか、そういうようなね、感じで。あれはもう単純に一部分の何時分から何分までをプチって切るっていうような感じの、えー、切り抜きしかできないんでね。 えー、というようなんじゃなくて、そういうような感じでね、やりたいよという方はね、あの、言ってもらったら、えー、その1百0 0本以上、800本以上のね、コンテンツをなんと、この3つ目につながるんですけど、えー、動画元データー、えー、スターステイルが提供しますということでございます。これね、実はね、うちもじゃあ、いざね、 切り抜きチャンネルってどうやってやってみるのかなと思ったんで、一回ちょっと切り抜き動画を,を、まあ、公開するしないにかかわらずに、ね、ちょっと一回作ってみようかなと思って、大手さんの家と、ね、データをと思ったんですけど、そもそもどこれ、どうやってデータダウンロードするのってのが実は分からなかったんですよ。で正式にそのダウンロードする方法ってのはどうも正式にはなさそうなんですよね。えー、ですから、何かしらいろんな方法、まあ、公認チャンネルだったら、もしかしたらこうやって渡すっていうシステムがあるのかもしれませんけど、見たところ、特にうちの,あの公認になったら動画データあの提供できますよみたいな。 こことと言ってるところないんですよね、えー、ですので、えー、動画元データはさせッるが提供しますというのは、えー、うちのところで元データ、えー、を持ってるんですけどそれをお渡しするんでそれで是非編集してくださいだからダウンロードの仕かがわからないよって結構ねこれでねあのくじけてる人も多いんじゃないかなと思ったんで、まあ、うちのところはそれでダウンロードのデータ作成とかできますんでこっちの 自前の方だとね、その、実は YouTube Studio から自分のデータを落としてチェックすることができるんで、それでね、全部管理してますんで、そっちの方でやってますということでございますね。そのデータを渡すことができますよということでございます。えー、テストの切り抜き動画作成に必要な総額からデータをさせてるから、ギガファイルミンとかでね、一応提供しようかなと思ってます。あれでしたら確か2ガ b 3GB とかいけるんで、大きめのやつでもね、できますよということでございますね。で、えー、これに関してちょっと一応面識事項というか、えっ、ー、と、クリエイターさんしかちょっと 分からない話は申し訳ないんですけど、えこの渡すデータっていうのは、えまず、えっ、ー、と、あれですね、非公開、えー、限定公開動画。 は、えっ、ー、と、対象外になります。で、あと、政治チャンネルで、ね、緑のチャンネルも今更新してないんですけど、こっちの方はちょっと NG にさせてもらっください。あの、ちょっと政治的な、え、絡みになると、ちょっとマッドとかでもね、あの、使うと、あの、ガチでね、ちょっとね、厄介な信じ方をしちゃう人とかがね、いるんで、えー、ちょっとね、ここだけはちょっとすみません。あの、ちょっといろいろトラブル避けるために、えー、NG にさせていただきます。あ、ちなみにであの、別にあの、 吐作権を放棄するっていうわけではないんでね。そういう、そこなんです。あの、ですから一応、あの、ダメだよっていうやつはや,やらないでね、ということはよろしくお願いいたします。まあまあ、これぐらいなんですけどね。あとはその編集前の素材データは渡せませんよと。えー、これあの、要は個人情報とかにモザイクかけたりするわけなんですけど、えー、そういったね、えー、やつが入ってる動画、まあカットしたりモザイクかけたりしている、えー、前のデータはさすがにちょっとお渡しができません。完成品、今、動画として公開されているデータを、 そのままダウンロードされて、渡されるというチャンで思っておいてください。で基本的にはその、これちょっと厄介なんですけど、アップロード前の完成品とアップロード後の完成品って、実はちょっとあの画質が変わったりとかあるんですよ。一応、アップロードかける前のやつっていうのが、の方が、えー、画質はいいはずなんですよね。 YouTube においてでも YouTube さんの方でデータを管理するときに自動圧縮がかかるんですよで今回に関してはその自動圧縮後のデータしかちょっとお渡しができませんこれね圧縮前だとえっ、ー、とね2つ理由あって 圧縮前のデータだと10分の動画とかでも3ギガ超えてくるんですよ。ですから、一番大きいやつだと150ギガとかになっちゃうんで、さすがにちょっと、あの、送受信するのにあまりにも時間がかかってしまうというのが、まあ、30時間、40ギガとかね、普通にありますからね。ですから、それはちょっとね、さすがにま暑いなということでございます。あと、ちょっと一部に関しては、さすがにこれを全このデータを全部持って、10テー持って,てもあっという間に埋まってしまうんでね、圧縮後のデータをこっちで管理しております、ね それはもう全部持ってますのでし、まあ、持ってなくてもあの公開しているところからこっちは拾いますんでデータね拾うことができますんで、えー、そっちの、えー、要は公開後の圧縮してあるデータになりますで,ですので、ね、まあ、一応 4K 画質があにで公開されているやつはもちろん落とした時も 4K 画質にはなっているんですけど、えー、ちょっとそのあたりはね、えー ご容赦をいいいたただきたいなと思いますそんなんですから、YouTube の今、圧縮技術って相当進んでるんで、実はそんなに画質的には悪くないだろう,ならないだろうという判断で、ね、やってますのと、あと、元データーの方を渡してしまうと、まあ、一応ね、これちょっとめんどくさい話なんですけど、例えば知的財産権の、えー、争いになった場合ですね、元データーの方ね、ねコピーをね、はいよって渡しとって、えー、の場合に、まあ、一応作成元データーがあるんで、そこから主張とかできるんですけど、あの いやいや、俺が元データを持っていて、このスターステールチャンネルっていう、なんかパクリだ。ここがね、アットマークスターステールっていうところがパクリなんだよっていう風な、えっ、ー、と、らのね、主張をさ,、えー、されてしまったときに、ええー、揉めるのに時間がかかってしまうということでございます。これ、あの、元データの方だけで私とったら、いや、このデータしか持ってないでしょ。うちはその元のマテリアルデータね、ね、その、研修前のデータで別にお見迎えできないこともないんですけど、だからそこまでいくとすごくや,ややこしい話になるんで、 あのその編集後のダウンロード後のデータしか持ってないじゃないですかっていうのであのすごくそういった。えーと な、ん、なんてちゃいけのあの、イチャモン漬けはしにくくなるっていうのがあるんで、一応そういった対策のためにそっちの方しか、ちょっと私ができかれますので、よろしくお願いいたします。ということでございますね。STPP 特徴。ま、あこれはあのー、一般の人はね、別にそんなことしないとし、ですし、まあ、99.9%やった人はしないんですけど、ね、0.1%、変な話、0.1%ね、そういうね、ちょっと浅めの勘がね、えー がね、働く人のためにね99.9%のね、えー、権利、えー、阻害させるわけにもいかといのでね。 こういったちょっと最低限の対策は取らせていただきます。これをちょっとご了承くださいと。まあでも、ね、でかい何ギガのデータ送られてきても、それこそあの編集する側も重たくて大変なんでね。えー、あのですから逆に言うと、その軽いデータになるんで、あのそんなにスペックの高いパソコンじゃなくてもできるようにはなってますので、よろしくお願いしますということでございますね。で えー、一応、金属事項、えー、だけ上げておきます。えー、金抜き、えー、許可、えー、対象外の動画を使用したものということで、まあ、非公開動画だったり限定公開動画で上がっているもの。あとは政治チャンネル。で、えー、あとは、あの、うちのね、私があの他のチャンネルに出てる分、これに関しては、権利者様が、そのチャンネルの、その、で編集してアップロードした他チャンネルさんの権利になってしまうんで、私の権利の及ぶところではないので、ここに関しては、えー、私の方からは、えっ、ー、と、OK ができません。えー、なので、ここはちょっとごれ ご使用くださいえっ、ー、と過去に寺尾さんの動画とかねえー、とかに出たことがありますのでねそっちの方とかはえー えちょっとすいません NG になります。今後もちょっとね、もしかしたらちょっとね、あの他のチャンネルちょっと出ることがあるかもしれない。ちょっと今話はしてるところもあったりするんで、えー、そっちの方とかもちょっとよろしくお願いいたしますということですね。であとはえと、タイトル冒頭部分にマット名義のないマット動画。えー、これは,は内容改変やース,ステルガン症を売却した内容とか事実文化のものに関しては、えー、これに関してはえとマット表記がなければ、ちょっとえ冒頭に入れ、必ず入れてください。えー、えータイトルの冒頭に必ずマットっていう。 いう文字を入れてもらってマッド注意とかマッドっていう形で、えー、この MAD という文字を入れてくださいこれはあのー、まあ、ちょっと業界横語でもまでになるんですけど、えー、そういったものですよっていうことを明記しないでこれあのマッの方がダメですあの見えないんであのー、それでちょっと勘違いをしてしまう方とかがあのー、結構ガチで生まれちゃうんでまあまあ。 マットってその冒頭に書いてあってね、見える状態で、えー、勘違いされるんだったら、もういやいやいや、そこは知っとってくれよというね、話になるし、こっちとしては主張ができるんですけど、えー、見えない状態でね、やっておったら、それはあの事実改変のね、あれだって言ってね、マジレスされたときに弱いんで、あのー、マジレス大好きさんっているじゃないですか。えー、そういう人の一応対策のために、これは必ずちょっと、マットの場合は、ね、入れてくださいよということでございますね。えー、であとは、えーと、スターステール並びに大差しさい。 への誹謗中傷に該当するとか、えー、まと、あ、表記でも不可ということでございます一応誹謗中傷になるよっていうようなものは ng というふうにまあこれもちょっともう書かせておいてくださいまあ正直個人的にはね多少、えー、ギャギャ言われようがねえー、それで、えー、多少思いようがもう今更なんでねうん。 15年もね、動画投稿やってたらね、えー、そんなのね、へ、え、で、ー、もなくなってくるんで、あのー、なんなら、あの、ド M なんでね、多少ね、あのー、罵倒受けようがね、まあ、それはそれでね、えー、ご褒美でございますので、全然私そんなに気にはしない方なんですけど、まあ、メンバーによっては、あのー、めちゃくちゃ豆腐メンタルのメンバーもいるんで、えー、キッシーさんなんかまあ、めちゃくちゃね、豆腐メンタルだったりしますんでね、えー、他のメンバーは基本的には鋼メンタルなんでね、あれなんですけど、とはいえ、一応誹謗中傷認可とするのそういうのは良くないよねっていう、えー、結構、 倫理観強い、えー、メンバーとかもいますんでね、私以外はね、発、え、揮、ー、種と言っておくと、私とキッシーさん以外は、まあ、のまともな人間の集まりなんですよ、ここ。<laughs> なんです,よ、ねそうえー、ですのでね、まあ、だからそれもあって、あの社会人でね、わ、えーわー,ーやってるんでね、ちょっと顔出しができないとかっていうのもあったりするんで、そんなに動画に出てくることがないっていうのはそのあたりだったりするんですけど、基本的にはそういう感じなので、一応させて撮の方では、どうしてももう、えー、あと他のね、第三者にね、えー、なんかえらい誹謗中するような、えー、内容にね、わーっと仕上げるようなね、こととかそういうのはダメです。これはもう、まと表記にしたってもダメですよっていうことで、そこはちょっと、えー、踏まえておいてください。あとは、えー、と法令や投稿 プラットフォーム先の利用規約に違反した動画とというこですね、まあ、例えば18禁仕様に仕上げるとかね、えー、下ネタを入れてしまったりとかっていうのが YouTube だと非常に厳しかったりするんですけど、えー、そういったものとか、あとは、えー、各国の、ね、法令です、まあ、日本の場合日本の法令と,と YouTube だと,、えー、とカ,ナダかカナダの法令が、えー、提供されるのかとかっていうのがあったりしますので、その辺りはあのプラットフォームによって全然変わってきます。TikTok だと中国なのかな、あの法令がに、えー、もうく 関わってくるのかなとかっていうふうに、サーバーの置き場所とね、えー、それによってちょっと変わってきますんで、えー、基本的にはその、えし、ー、たものを法律違反とかはダメですよ、ということでよろしくお願いいたします。まあ、あとは、例えばうちの動画とその第三者の動画をね、あの無理やり繋げてやって収益を上げた場合、こっちの方は特に言わないんですけど、その相手側の方がね、どうなのかわかりませんので、あの、法的処置を受けてしまうとかってなるかもしれませんよね。そのあたりは、あの、自己責任でお願いします。うちとしては、えっ、ー、と、自分、 のところの動画のので使ってるものしかちょっと、えー、関与できませんのでね、ということです。で、でその他すらしているで投稿内容に問題があると判断した動画ということなんですが、これちょっと一つ書きは加えないときねはよいしょ。 はいすいませんちょっと追加を加えておきました。えー、まずね、その、えー、で投稿内容に問題があると、えー、判断した動画ですね。当、えー、方から注意、えー、警告を行います。その場合には、ね、注意、警告を行います。で、えー、しかるべき対応を知らなかった場合とか、叱るべき対応についてはその警告内容に書きます。えーね、あの24時間以内にあの削除対応してください。だとかね。えー まあ、基本的に何時間以内とか、まあ、何時間以内で統一しようかなと思ってますけど、何日、何時までに、こうこの修正対応を行ってくださいとかっていうような感じで、ちょっと問題がある場合にはね、まあ、こちらの方でこれはちょっとさすがに問題だろうとえ判断した場合、例えば窓表記が抜けておる場合は、2 4時間以内にあの窓表記をタイトルにえ付け加えてくださいだとかね。あとは、他チャンネルのね、 えっと、釣りサムネイになっいうようなやつとかね、えー、そういうような場合は、あの修正をしてください。あの、これだと、他チャンネルのね、チャンネルと思われてしまうので、ちょっと修正をしてください。えー、そっちの方のね、そのサムネイル使用すると、その、向こうの権利の侵害になったりしますの、ね、で、まあ、これ、まあ、だから、その、書いてある、上に書いてあるところにも入ってくるんですけど、結局、タチャンネルの釣りサムネイにするとかね。うん。 えいうのがあるんで、えー、そのあたりは、えっ、ー、と、こっちらから計画を行います。まあ、それで対応がなかった場合は、ちょっとこちらとしても処分を下します。あの、でき、まあ、でき、最悪、まあ、出禁にするなり、まあ、法的処置になってしまうようなこともあるかもしれませんけど、基本的にはね、えー、そこでちゃんと対応してもらったら大丈夫ですよ。まあ、基本的には自由にやってますんでね、ということでございます。で、あと、最後に一つだけちょっと付け加えたのはこれですね、えー、政党、政治団体並び、えー、政治活動をジャンルとするチャンネルは、えー、一切、これは、えっ、ー、と、 一切、えー、うちのの動画の使用を禁じますすみますすせんこれに関しては、えー、非政治関係の発言、まあ私もね、多少ね、ちょっとね、尖った発言をしますんで、えー、そこら辺をね、えー、切り抜いて、えー、使ってね、ほらあの、ね、この人は、あの、 ね、あの危ない団体を支援するあの発想を持っているぞとかね、そういうような方とかね、あのワーに言うのを政治活動に使わるとかね、例えばちょっと危ない政治団体さんがね、あのい,やいや、うち実はこの人はこういう発言してるから、うちの仲間だみたいなことをね、勝手に言われると、ちょっとこれは困りますんで、えー、ここに関してはもう、これを管理しようと思うと、政治系のチャンネルって言っても何百個あってね、それにすべてね、一人で監視しとくわけにもいけませんので、もう、一切もうあったらダメにします。<laughs> ですので、 <laughs> まあ,ったあったらね、あれまたちょっと、第三者の方でもね、こんなことになってるよとかってね、ちょっと通報してもらったら、えー、それはもうすぐ対応しますので、よろしくお願いいたします。基本ですから、政治団体、政党さんだったり、政治団体だったら、えー、基本的には、断言しますあ、まあ。もちろん例外として、あのそういった団体で、もちコラボのね、あれがあったで、やって出たりしたっていうんだったら、また別にさあの、こっちに収録してね、そっちの方で遮断するとかっていうことはありますからね。うん 過去もね、明日の和田さんとかにちょっと、えー、話させてもらったりとかっていうこともあったんで、えー、あれ、結局、あれか、こっちの方だけアップロードがね、ちょっと、えー、かかる形になって、あの、ちょっと、ちょうどあのドタバタの時期だったんでね、えー、とかっていうのがあったりしましたけど、うん。 というようなこととかもあったりしますんで、えー、ですから勝手に切り抜きで、えー、こういう発言してるとかっていうようなのをセジャルで、えー、やるのはやめてください。えー、これはちょっとあのプロパガンダとして認定しますんで、えー、やめてねということでございます。えー、以上でございますね。うん ええ、あもちろん、あの仲のいいあの議員さんとか、あのね、伊藤先生とかね、あのー、今度は、えっ、ー、と、維新で出るんだっけなんか、維新で。 その、やりますみたいな話とか聞き取って、まあ、それでちょっとこの前も、あの、話とかしてましたけど、あの、全然あの、面識のある人で、あの、言ってもらったら全然、あの、そのやつはね、あの、全然対応しますんで、全然、あれなんですけど、あの、全くね、あのー、全然面識も何もない、えー、ところでね、やられるとあれですまあま、面識ある人だったらね、なんかちょっと、それはちょっと間違ったミスリードになってるよとかっていうのがあったらね、それはね、あの、全然こっちの方で出しますんで、直接言える方でしたら大丈夫ですんでね、えー、ただ基本的には、えー ちょっと NG というの,ので、ちょっとくるくらしてくってください。よろしくお願いいたします。移植事項は逆に言うと、もうここにまとまるだけです。あとはもう自由にやってもらったら大丈夫なんでということでございますね。で、STPP 参加方法なんですけど、えー。 まあ代表者は氏名、えーとハンドネまあ、これもハンドルネームでいいです。で、えー、動画投稿を行う、えー、アカウントアドレス、えーとえー、と動画投稿計画ですね。まあ、簡単なんでいいです。まあ、ざっくりと、まあ、切り抜き系やりますよ。まあ、それかまとめ系やりますよ。テロップとか入れて、テロップ、えー、字幕とかいろいろな感じでやります。まあま、もちろんあの決まってない。とりあえずなんかちょっと作る、いろいろと試してみたいんで、いろいろ作ってみたいですとか、そんなんでぐらいでいいです。えー、現状の、ね、進捗その計画だけ。えー とりあえずなんかちょっとやってみたいなぐらいで全然あの始めてもらって構いませんので、えー、うちのところ自体がこんなふわっとしたチャンネルなんでね、えー、そこら辺は全然、えー、お前が言うなってなっちゃいますんでね、えー、いい感じです。で、えー、下記のいずれか、えー、ごでご連絡ください。えー、E メールスまた載せておきます。ルプレゼント r e トマーク、えー、g m a i l c o m というアドレスがあります。こちらの方で、えー、とそういったアカウントの管理やってますんで、えー こちらの方に送ってもらうか、えー、もしくはツイッターでね、アットマーク山漁って言って、えー、またこれも概要欄に貼っておきますんで、えー、そちらのね、えー、ツイッターのリンクのところから、えー、フォローしてもらったらまたフォローバックしておきますんで、それでまた DM とか、アットマークでね、あの別にあのやりたいですとかって、あの別にあの公にアットマーク山漁でねあの、リンクしてもらってあのあの、ちょっとやりたいですとかって言ってもらったら、あの パパッとアカウント確認してやりますねあの前はあのメールフォームやってたんですけど、あのちょっとね、第三者に荒らされて、あのな、ー、りすましでね、あのー、何かしらちょっと参加したいですとかっていうような感じの虚偽の報告がちょっと相次いでしまったんで、ちょっとそちらの方はちょっともう、えー、と閉鎖をしておりますので、えー、すいません、えー、こちらのね、えー、まあ、E メール、Twitter、まあ、インスタとかだとちょっとすみません、確認が遅れるかもしれません。まあ、何かしらうちの公式のあのー アドレスのところですね、まあえっと。インスタとフェイスブックもあるか。フェイスブック この中でちょっと確認が多分遅れちゃうと思うんでね、えー、今書いてないですけど、まあ、基本この2つのいずれからやってもらったらいいかなと思いますあとあ YouTube で投稿しますよっていう場合はその投稿するチャンネルのアカウントであのコメントであのここのうちもやりたいですってあの一言書いてくれたら、えー、そのアカウントをチェックしていきますんでぜひあのよろしくお願いいたします YouTube の場合はそれでいいですここのコメント欄で全然大丈夫ですにあのそれからあの このチャンネルレジあの別リンク貼るっていうのはなしにしといてください。そのアドレスのアカウントのやつでちょっとアクセスはしといてください。うん。あのー、新たに作りますよとかっていうような場合は、あのちょっと。 e メールの方で、えー、もしくはそのアカウントの赤だけでね、作った状態でね、えー、来てもらったらいいかなと思います。ていうのはこれ何でかっていうと、あの、これまたなりすましてね、このアドレス合いますとかって言ってね、大手さんのやつね、バチッと貼り付けてね、えー、一回、えー、あるあ、あったんでしょあの、ちょっと大手さんの名前でね、えー、来たから問い合わせで、で、で、そのメール送ったら、あの、全く、あの、 いや、うちからはそんなの送ってない。あの、ナイスマシでね、あの、別アドレスから、このアドレスに送ってくださいっていう風な感じで、えー、やられとって、ね、そこが大手さんの、えっ、ー、と、会社さんのやつでね、問い合わせをしたら、あのー、えー、らい大さあの、ちょっと騒ぎになってしまったって、うちから送ってないのに、あの、なんや、売名行為しに来たんかみたいな感じで、ね、すごくちょっと揉めてしまったこともありますんで、えー、っていうのがあったりしますんで、これはちょっとちょっと避けておりますということでございます。一応過去からも学んで、こういう風になっておりますということですね。で、 いうのが出てきて、まあ、これあたり一通りなんですけど、あとね、ちょっと一点だけ、ちょっとニコ動で投稿したい方だけ、ちょっと、えっと、追加の説明をさせてください。ニコ動以外の方は、ここでも OK です。ご視聴ありがとうございましたので OK です。ニコ動で投稿したいなって考えてる方は、ちょっとここだけちょっと踏まえておいてください。これちょっともうニコ動やってない人だと、何の話をしてるのかわからないかと思います。これもう完全にニコ動のクリエイターさん、ウップ主さん向けだけの話をします。<laughs> えー ニコーの場合は事前連絡、えっ、ー、と、特に不要です。で、えっ、ー、と、作品公開開始から、えっ、ー、と、24時間以内に、コンテンツツリーで親登録というものを行ってください。えー、これさえしておいていくれたらはもう、OK です。えー、ということでございます。えっ、ー、と、これ、えー、 10日か24時間以上経っておってね、ちょっと自演連絡え、えー、なしに、えーえー、コンテンツツリーの登録もしてないと、あのー、盗作扱いに、えー、なってしまう。ちょっとそこだけ気をつけてもらいたいんですけど、うん。あ,あったらね、えー、まあ、ああ、あれなんだな。で、まあ、そこからできてなかったら、おい,じょいおい,じょいおい、あの、以上、お役登録しといてね、っていうね、ことになります。これ、あのー、 多分、ニコ動で投稿したことがある人なら分かるんで、これで分かると思うんで、いいかなと思ってるんですけど、一応簡単に一般の人に説明しておくと、ニコ動ってもともとそういった窓とかね、その切り抜きを作るよねっていう、えー、文化があるんですよね。えー、公式のところでドーンと出た素材をとかって、いろんな拡散動画を作るのに、親子登録っていう,、えー、もうシステムがあるんですよ。で、それで親子登録をしておいてもらったら、えっ、ー、と、あれなんかこっちにも一応ちょっと収益が入る形でな、なんかその収益が削られるとかではないんですけど、えー、こっち の方にその関連リンクとかがあのおすすめにうちのところのチャンネルがまだ進められやすくなったりとか、えー、いうのとか、えー、いろんなそういったような機能があったりしますんで。 あのシナジー効果が非常に高いので、一、え、応、ーえー、それで一応権利関係の、えーえー、うちはここの動画の,、ま、あの,の切り抜きを作ってますよっていうのが明記されますんで、えー、そのあたりとかでね、えー、すみません、もう管理ができるので、あそういうシステムもニコ動の方にはあるんで、ニコ動はもうこれを使ってください。で、ニコ動で基本的に YouTube で上がってる動画、基本上がってますので、でニコ動の場合はそのニコ動で上がってる中でやってもらったらいいのかなということでございますね。小通の動画を持ってきた よとかっていう場合はちょっとまた別途あのご相談ください <laughs> えー、要 YouTube でしか公開してない動画とか TikTok でしか公開してない動画とかもあるんで、それをニコ道に持ってきたいよという場合は、ちょっとまた、あのー、こっちの方でちょっとニコ道でバッととりあえず公開して出すか、まあ何かしらちょっといろいろと対応しますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ以上でございますね。何かね、何はともまでね、こんな感じでスターステイル、えー、パートナーシッププログラムというものが始まります。えー、ので、ね、ぜひね、えー、今までね、まあ、とそうですね、 おすすめとしてはこれですからあの新たにね別にチャンネルを作る必要はないんですよあの自分がねもう収益化してるチャンネルを持っててねえー、切り抜き動画のねちょっと、えー、作成を練習してみたいっていう人とかでも全然えー、使ってもらって大丈夫ですだしてそのこっちの取り部分と計算する必要はないんでねうんただその他の公認チャンネルでとして活動してる場合はそっちの公認チャンネルの利用規約の方に引っかかってしまう恐れがあるのでまあそこはちょっとねあれですけどえー

っておりますんでね、えー、そここのところよろよししくお願い致しますですから、あの新たにねちょっと始めてみたいなという人で、まあ、アカウントを持ってても持いなくてもで持ってたらねもうその持ってるアカウントで別にこっちの公認切り抜きチャンネルみたいな感じにしなくても、えー、とりあえず作ってみる作ってみるとかでも OK ですし、うん、とかっていうようなこともできます。ですから、まあお手軽に始めれますんでねでねあのー、まあ編集ソフトとかねどうやってたらいいんだろうとかねあのわからないよっていう人はあの全然聞いてもらえたら個人的にそれは全然相談に乗りますので。 のであのそれこそメールで送ってもらったら全然相談に乗りますのでねまあ一応15年ぐらい作ってますんでそういうなりにえー、とはいえ a d o b e p r ア m i p r o もハマりになるカードも使ったことないんであまり役には立ってなさそうな気もしますけどね。うん という感じでございますので、えー、どうかね、そのあたりで、えー、ぜひね、このね、STPP、えー、でね、どんどんと、えー、儲かるね、えー、チャンネルさん出てきてほしいなと思ってますし、えー、それでね、うちのところの拡散につながったらいいかなと思ってますのでね、えー、ぜひね、えー、そのあたりのを踏まえてもらって、あで、まあね、これは別にノルマではないんですけど、あのー、切り抜きチャンネル作っていただく方は、ぜひ、あの、チャンネル登録をいただけると助かるかなと思ってます。これでね、1000人ぐらい切り抜き作ってくれる人がね、いたらね、あのー あの別に学生さんの腕試しとかでもいいですよ。ね、とりあえず1本だけちょっとね、パパっとね、えー、作ってみるノウハウを学んでね、これノウハウを学んで、大手さんの公認チャンネルを狙ってくぜって、全然いいんで、そういうのな,なんでも全然大丈夫です。あの とりあえず手始めに始める、ね、ちょうどエントラントム的にはいいんじゃないかなと思いますでね。えー、1800本もね、動画あるんで、意外とそのコンテンツの数は、まあ、他の一般的なチャンネル、多分この、あの、1000人以下のチャンネルでコンテンツが1000本以上あるところでまあ、ないんで、うん。 こんだけコンテンツ数がね、えー、しかも幅広いジャンルで揃えてありますので、どんえーね、いろんなジャンルで、ね、できるかなと思いますんでね。今後ちょっとまたゲームもね、ジャンダマー中心にね、えー、ちょっと今準備を進めてます。えー、まさかのね、アプリがね、<laughs> ちょっとね、じゃんたんもやろうと思ったら、これまたちょっとどっかでつぶやくと思いますけど、あのね、携帯のね、アプリ、スマホのアプリが入れたらね、ンちゃんがね、終われないんですよ。途中で強制終了しちゃって。なんかどうも、メモリーの容量がダメなのかな。えー、でね、ちょっとね、えー、切れちゃってね、あのー、いまだに半ちゃん打ち切れてないんで、えー、ちょっとさすがにこの状態でアップロ、難しいなというので、ちょっと今ちょっとそのあたり回転策練っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、えー、この動画はね、これぐらいでしょ していいいたただきたいと思います。ぜひね、あのー、いいなと思ってもらった方が、お気軽に連絡してもらったら、えー、いいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。もう全然コメント欄にピピッと書き込んでもらったら OK ですのでね、どうぞよろしくお願いします。ついでに、チャンネル登録と高評価もいただけると、非常にありがたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。えー、ちっちゃい丸から,らあれだから、最後だけ大きくして、えー、こんな感じで今回は締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。